今日も頑張っていこう。どういうことやねん、こんなに歩行者がいるなんて。いや汚いね本当に、ガンガン虫を弾いて道東に絶望してる。俺ね、人生初めての課金や、仕事として取り組んでなかったら今頃帰ってるわ。日本もやばいけどね、俺もやばいよ。広い洗面台も広い、コーヒー紅茶飲み放題、トイレも綺麗、シャワールームも綺麗、 Wi-Fi はちょっと遅い。日本一周ツーリング35日目、合ってんのこれ。もう丸々1ヶ月から帰ってないのか。もう家賃のこと言うのやめとくけど、そんなに。ザ・ステイ札幌さん最高やったね。ニューバジェットに2泊、ザ・ステイ札幌に3泊。俺札幌に5泊もしたんや。バカだな。やっぱ札幌いいとこやね。でね、現在の気温がなんと19度。今日が最高20、最低15で曇りと。まあ、ひどい天気やな。今日がね、ちょっとあいにく金曜日ということで、明日の予定を立てない生活をしてるおかげではね、ホテルが取れないと。今日のホテルを探したんやけど、もう高いところしか空いてないから、逃げます。逃げる先は旭川を予定しているから、2時間49分130キロの行程になる予定でございます。今日も頑張りましょう。非常に宿探しに苦戦しております。キャンプのさ、テントとかを積んでないからさ、俺できれば宗谷岬行きたかったんやけどさ、宗谷岬もまた宿が全然なくってさ、宗谷岬アクセス悪すぎて地獄やな。日本最北端の宗谷岬はもうものすごい試してくるな。片道350キロでその間に都会なしってバカじゃねえの。どういうこと？はい、じゃあ行きましょう。もう文句言っててもしゃあないから。今日も頑張っていこう。どういうことやねん。いいね、札幌は。活気があるね。こんなに歩行者がいるなんて。ヘルメットかぶっててシールドも塞がってる俺にこんにちはって言ってくる難易度は相当高いよ。北海道梅雨ないんやけどね、そこそこ雨降りいい夜っていうかね、雨の予報にはなんねんけど雨降らないっていうね、立ちが悪い。今日走っといたらよかったみたいな日がねすごく多い。函館に入ってからというもののそればっかり。いや汚いね本当に、ガンガン虫を弾いて虫さんの命を奪いまくってるからね。虫さんがどうしても行きたかった明日を俺は無限に生きてる。オッケー、ありがとう、これからもよろしく。道東に絶望してる俺は。道東のさ、迫力がやばいというかさ、あれやって札幌の中でも北海道のね東の方ってまだそんなに距離感離れてないんやけど、ウェブ上でたまに見かける有名な画像で次のイオンまで100キロみたいな、次のトイレまで100キロとか、そういう系の表示は道東の方にあるんですって。北海道の東の方ね、密度が本当に薄い分壮大な観光名所があるんですが、その分ねアクセスも地獄のように悪いと。人がいないからホテルがないんよな。寝袋もテントもないでしょ俺。きついのよね。マルハンがむちゃむちゃ多いな。あれほんまなんかな、マルハンのネーミングの意味は丸が日本でハンが恨むみたいな。大したもんやね、それやったら。それでここまで成長できたんやったら、やっぱ怒りはあれやね、全ての原動力になるな。安定を手に入れてしまうと成長は止まるのかもしれないと最近ね俺はね薄々感じている。でもね、そろそろ結婚もしないといけなくて、それもね薄々感じております。結婚をしないといけないんやけどさ、今のところちょっと肩書きがだいぶやばいことになっててさ、フリーランスとは言ったもののやね、あんなもんね無職と一緒やからな。収入が見えないしさ、何のブランドもないからさ、やっぱどっかで法人化するしかないんやろうなとは思ってるけど、法人化できるような能力が俺にあるのか。マジ走りにくい札幌。札幌のヤバさはヤバいな。この道路の車の量が半端じゃないな。平日のまだ3時25分やのに。6月27日かについにね、YouTube のチャンネル登録が1000名を超えまして、ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ多分分かってる人は分かってると思うけどね、YouTube 広告を使いましてものすごい金額をね払っております。俺ね人生初めての課金やわ。スマホゲーとかで課金してるやつほんまアホやなと思ってたけど、 YouTube というゲームのレベルを上げるために俺は1日3万円を課金していて、現在がね3日で10万円を課金してる状態が、毎日毎日半端じゃない赤字が出ているから今のところ。だって必死に1日の費用を抑えてはいるけどさ、結局ホテル代と食費とその他もろもろガスとかでさ、1日6、7000円はかかってるわけよ最低でも。でプラスアルファで俺東京の家賃払ってるし、だいぶやばいのよね。毎日毎日すんごい赤字で俺の貯金をガンガン切り崩してるから、これちょっと YouTube は早めに収益化しないと途中でガソリンを入れるお金が尽きるわ。もうでもね、ちょっと YouTube 先がなさそうであればもうガソリン入れるの諦めて靴を買うよ、ガソリンの代わりに。この靴もボロボロやから、今履いてる靴も。新しい靴を買って新幹線で帰るよその時は。
日本一周もね、こんなにしんどいと思わんかったね。フリーランスになったし、昔からちょっとやってみたかったバイクで日本一周やってみるかぐらいのちょろい気持ちで始めたんやけどさ、地獄や。バイク好きやったし、日本一周しつつちょっと動画配信とかしたら小銭稼げんのちゃうかなと思ってやり始めたけど、仕事として取り組んでなかったら今頃帰ってるわ。楽しいっちゃ楽しいんやけど、想像以上に時間とお金と体力を使うというか、まあ当たり前ね、それを想像できてなかった俺がアホなんやけど、毎日走るでしょ。毎日とかもう無理やねん。だって動画編集1本作るの5時間ぐらいかかってるから。俺編集するだけならまだいいかもしれへんけど、次行くところを探したりとかさ、とか明日のホテルを決めたりとかさ、そういう細かい雑務が意外に大変で、全然走れないというか、そもそも動画編集が今のところ全然間に合ってない状態やから、乖離しまくってんねん。今日28でしょ、6月28の段階で、今動画が21日のところやから。バイクもさ、ずーっと昔から欲しかったやつやからさ、まあ、これ買ったけどさ、これでだって乗り出し80万でしょ、で保険とかもろもろ入って90万ぐらいになってるでしょ。ヘルメットとか GoPro とかもそれで買ってるから、これやるために毎日の工程で7000円とか8000円とか1万円とかかかってるわけやからさ、半端じゃないよねこれ。なんでそういうことも想像できないのかな。想像力が足りなさすぎる。こんなにしんどいかねっていう感想ではあるんやけど、ただまあ想像力が欠如してるからすぐ行動に移せるんだろうなっていうのは一つあんねん。だから必ずしも悪いとは言えないんやけど、1週間考え抜くよりも1日実践した方が理解は早いからさ。俺もまあちょっとやってみたかったし、ちょっとやってみるかみたいな感じでやってみたけど、でもこんだけお金かかってしまってると、もう引き返すに引き返せないから。かといって進めば進むほど俺の貯金は尽きて、途中で俺多分力尽きるやろ。こんなん残り4ヶ月も続けられへん。ヒッチハイクか、北海道から東京っていうプラカードぶら下げてヒッチハイクすんのか。ちょっと習い事始めてみようとかやったら、1日やってみて、あなんか俺これ好きじゃないかもって言ってすぐやめれるけど、ちょっと日本一周してみようでバイク買ってしまったから、あーもうこれ好きじゃないからやめようができないのよね。それするとさ、ものすごい損失になるからさ。80万で買ったバイク、これ売れていくら、40万とかいくの、いかんのかな。ちょっとやめようで40万の損失になるでしょ。でも40万の損失を出したくないからこれ続けてるわけやけど、続けると今現在がもうね150万ぐらいの損失になってて、もうこれもう行くも地獄帰るも地獄やぞって思ってるけど、もう北海道まで来てしまったから、やめるにやめられへんというか、今日やめようっつってもさ、帰んのにまた1週間かかるからさ、やめてる途中にまた気変わるわ、帰ってる途中にまたあれなんか意外と面白いやんけみたいになってしまったら、それはそれで困るし、人生いい時もあるし悪い時もあるから、いい時はいいね、悪い時をいかに乗り切るかやから。今ね悪い時なのかもしれないけど、なんとかYouTube のチャンネル登録が1000人いってくれたということで、ありがとうございます。チャンネル登録いただきありがとうございます。本当に今収益化の申請を行っているところです。この旅を続けるために資金が必要です。俺はアホやん、32歳やと。素晴らしい無計画性やな。まあでもこのタイミングでやるしかないもんね。ここでやらんかったら俺多分一生後悔してるやろ。ちょうど仕事辞めたタイミングやから、もうそうするしかないよ。でもさ、ブログで生活できるわって思って仕事辞めたけどさ、今度はこれやり始めたらブログ書くことができなくなって、分かってたけどね、分かってたっていうか、それも想像力の欠如なんやけど、絶対俺ブログ書きながら動画編集しながらみたいな生活を頑張ろうかなって思ってたんやけどね、人生舐めすぎ。マジでね、1日24時間じゃ全然足りない。だからせっかくブログで独立したのにブログ書くことをやめたよ。俺はどこ行くねん。俺はあんだけブログ成長させんのむっちゃ大変やったんや。それをやめてこれに注力するって言っても、もうこれやるしかないもん。だって打っても40万の損失で、今現在もうすでに150万の損失が出てるわけやから、続ければ続けるほど損失が積み上がる上がっていくわけやから、 YouTube 広告に今度は1日3万ぶっこんでるよ。やばいでしょ。なんかもう金銭感覚狂ってきてんもん。1日3万ぶっこんでチャンネル登録1日200人増えて、うわーやったーって、なんかちょっとやったの方が上回ってる感覚が俺もう狂ってしまってる。でも仕方ない、俺はもうこっちでやるしかない。首が回らないっていうのはこのことやなって最近体感してる。別に毎日毎日仕事行っとく人生を選べばそれもそれでよかったよ。でもそれもそれで辛いからさ、職場の人間関係がすごく苦手やからさ、物事を斜に構えて見てしまうというか、素直になれない。いやまあ俺はね、むしろ素直すぎるんやと思うよ。感想をそのまま言うタイプで、まあそれによって人が嫌がるっていうのも分かってんねんけど、でもオブラートに包んだところでって話よね。それは物事を先送りしてるに過ぎないと思うよ。だってみんな思ってるけど口にしないってむっちゃ気持ち悪いよね。俺はねそれを言っちゃうタイプというかね、むっちゃ態度に出ちゃうんやけど、ただその後のフォローができないから、だから真面目が売りみたいな人と仲良くできないのよね。こんなんでよく公務員やってたなって話だけど。
なんで俺公務員を選んだよ。っていうかね、公務員を選んだ理由なんかないよ。別に思考停止させてただけよ。だって公務員って楽やん。勉強しとけばいいだけ。就活ってどっから手つけていいかわからんし、自分が好きな企業を探すとかむっちゃだるいし、別に好きな企業なんかないやろ。だから俺は公務員になったわけやけど、大半の人は多分そうなんちゃうかな。公務員になりたい理由って安定とか世間体ぐらいやろ。というわけで、まあ公務員で働いてて違うなって思って、違うなっていうか、まあ人間的な生活ができなかったから仕方ないけどね。9時半から勤務して、仕事終わんのが28時とかザラやったから、で、また次の日の朝9時半や。1年は耐えたけど、俺ね、来年多分越せへんなって思って。で、まあ結局、あれや、東京で公務員やってたけど、公務員辞めて、民間企業の営業になることになってやね。営業として働いた経験はね、マジで役に立ったなって思う。営業いやいやっていう気持ちはね、すごくわかるんやけど、営業やっといた方がいいね。ただね、営業って発展性がそんなにないんよ。だから営業をそんなに長く続ける必要はないとは思うけど、1年2年ぐらいやってみたら、物の売り方とか会話の方法とかさ、全体の流れとかが見えるからさ。特に営業ってその売る商品にもよるんやけど、相手の会社の立場に立って物事を考えないと提案ができないのよ。こういう時に便利でしょ、お宅ならって言わないといけないから。だからいろんな会社を知ることができたし、いろんな部門がどういう仕事してんのかっていうのを知ることができたのはむちゃむちゃでかかったな。自分でお金を稼ぐ方法を考えるようになって、で、東京であれやいろいろやってた中で一個成功したのが俺のブログやったっていう感じやわ。はい、誰や、女とこ信号作ったやつ。はい、そんな感じなんです。で、今なぜか俺はバイクに乗って日本一周してます。人生山あり谷ありやね。何が起こるかわからへんね。元俺だって国家公務員として働いてない。なぜか今バイクに乗って日本一周してるし、肩書きがないし、32歳で結婚もしてない。俺のヤバレージがだいぶ溜まってきてるな。32歳無職未婚そして貯金も尽きようとしてるやばくない。ほんで今何してんのって言ったら、バイクで日本走り回ってますやってアホすぎるやろ。どんどん溜まってきてるね、俺のヤバレージが。でもこの車のバッテリーのヤバレージもだいぶ溜まってきてるな。これもあかんやつやろ。チカチカが早すぎんの上がりかけやろ。でも俺のヤバレージも負けずと溜まってきてるから、なんか使えへんかな、このヤバレージでインドネシアとか行けへんのかな。だいぶヤバいよな俺。でもね、冷静になったら負けやから。そうやって悲観的に考えることによってマイナスになっていくのよ。少子化につながっていくのよ結局。今だってあれでしょ、金がない金がないって言ってみんな子供作らなくなってしまってさ。でも昔なんかさ、金なくても子供作ってたからさ。その違いは何なのかって言ったら、もう気持ちの問題よ。金がないと育てられないって勝手に決めたら、今の時代大学へ行くのが当たり前だからみたいな言うけど、なんとでもなるから。だいたい大学行くにも奨学金借りればいいって話でもあるからさ、気持ちで負けてしまってる。で、また危機感を煽られるニュースが大好きやから、テレビでもさ、そういうニュースしかしないのよ。もう今後日本はやばいよみたいな、ああ日本やばいんやって思って、さらに財布の紐を締めて子供作んのやめてみたいな、もうデフレスパイラルに陥ってるわけよ今の日本は。俺も別に子供いるわけでもないから何にも人のこと言えない。お前はとっとと結婚して子供作れって話やな。でもね、俺結婚して子供作ろうにも今バイクで日本一周してるから。日本もやばいけどね、俺もやばいよ。こういう時はやっぱりね、ハイになるしかない。合法ドラッグを使おうみんなで。まあでもやばいやばい言うててもしゃあないから、生きていくしかないからさ、もうしょうがない。それは頑張りましょう。これからも俺も頑張って日本走るから意味がわからんけど、全然誰のためにもなってないけど、せめてちょっと現実を忘れられればなと。お互いにね、お互いに現実を忘れられればと思うから。ああ、日本素敵やなーっていう感じで現実忘れてくれてもいいし、こいつと比べたらまだまだマシやなみたいなんでもいいし。で、俺も今実際に現実を忘れてもう走るしかない状態になってるし、お互いにウィンウィンよね。はい、ね、今現在が旭川まで残り1時間58分99キロというところにいるんやけど、忘れてたね俺、北海道に来てたの。札幌にいることによってちょっと感覚が狂ってた。あ、大都会うぜえみたいな気持ちになってたけど、どうこれ、国道275号はね、日本の胃袋を支えてるね。